ヤヌシュラジビウは、ポーランド・リトアニア共和国のマグナート、公。焼1633年より、リトアニア・フクオークラカン。1646年より、リトアニア・ヤセニエトマンを呼び、ジェマイティア総督。1653年より、ビリニュス県知事。1654年より、リトアニア大エトマンを務めた。また、カミエニエツ、カジミエシュドルヌイ、シェイベイの大官でもあった。 ヤヌシュラジビウ、デイビッド・ベイリーが、1632年、リトアニア大へ、トマンのクシシュトフ・ラジビウの息子に生まれ、ケダイネーの所領を相続した。ドイツとネーデルラントで教育を受け、1633年には、スモレンスク戦争に参加している。彼はプロテスタントだったが、1638年に、カトリック教徒のカタジナ・ポトツカと結婚し、 一万一条を設け、娘、アンナ・マリアは後に、重廷のボグスワフ・ラジビウに嫁いでいる。1645年には、モルドバ公国の統治者、バシー・レルプの娘・マリアと再婚している。家主は、リトアニアのプロテスタント地域の保護者であり、多くのプロテスタントのための教会や学校を、支援していた。過去数十年にわたり、さらなる地位と富を得ようとする、ラジビウ家と、 ポーランド・リトアニア共和国の利害関心は互いに祖語をきたしていた。同家の人々はリトアニア対抗国の支配権を獲得しようと試み、この傾向は、ヤヌシュが一族を代表していた時期に最も顕著になった。ポーランド・リトアニア共和国に対するヤヌシュの分離主義的な野心は早いうちから顕著になっていた。1651年、 キエフに侵入して反乱したウクライナコサックと戦った時彼は自らの勝利を600年前にポーランド史上初めてキエフを占領したボレスワフ一世のそれになぞらえる記念メダルの発行を命じた。家主は県知事職やヘトマン職を獲得するため国王や二世カジミエシュに対し自身の影響力を行使して圧力をかけた。 1652年には、彼は自由拒否権を行使して、政務党、機能麻痺に陥らせている。1654年8月、ヤヌシュは、ロシア・ポーランド戦争における、シュクロウの戦いで、ロシア軍を打ち破ったが、これが彼にとって、最後の戦勝となった。数週間後、彼は、シェペレビツの戦いで、ロシア軍に敗れている。 さらにその数ヶ月後、スウェーデンによるポーランド侵攻が始まると、ヤヌシュは、重帝のボグスワフと一緒に、スウェーデン王カール10世グスタフとの交渉を始めたが、これには、ポーランド・リトアニア間の連合関係を解消する目的があった。ラジビウ系を独占支配者とするリトアニア国家を実現しようとする、ラジビウ側と、ポーランド・リトアニア共和国の弱体化を画策する、 スウェーデン側の思惑が一致した。1655年10月、ヤヌシュとボグスワフは、スウェーデンとリトアニアの国家合同を成立させる、巨大ー条約に調印した。ヤヌシュの二人の妻を描いた、肖像が、1640年代ヤヌシュのように、ポーランド・リトアニア共和国の貴族民主主義の内部崩壊に憂いたものは少なくなかった。実際、王官僚副大法官。 ヒエロニム・ラジェオフスキや王官僚財務長官、ボグスワ・アフレシチニスキなど多くのポーランド貴族が、ヤン二世カジミエシュを、イエズス会以外には、支持基盤のない弱体な王だと判断にしており、カール十世グスタフに、ポーランド王位に着くよう進めていた。ヤン二世カジミエシュには、ポーランド・リトアニア共和国の主要貴族の間に、ほとんど友人がおらず、その原因は、彼が、 オーストリアよりで、サルマティア主義の流行及び共和国の政治文化を軽蔑するような態度をとっていたためであった。ポズナン県知事クシシュトフ・オパリンスキが、ビエル・コポルスカをカール・ジュッセイ・グスタフに明け渡すと、他の県知事たちもこれに続いた。1651年のキエフでのヤヌシュの勝利を記念するメダルだが、ポーランド・リトアニア共和国領のほとんどが、 スウェーデン軍によって占領された後、安ナ・グラシュ動員の戦いやティショフツェ連盟の結成に勢いづけられる形で、ヤン二世カジミエシュと彼の支持者は徐々に反転攻勢を開始した。ヤヌシュ自身は、ケダイネー条約が結ばれた2ヶ月後、ポーランド国王軍に包囲されたティコツインで亡くなった。共和国軍が、スウェーデン軍を1657年に撃退した、ことで、 ヤヌシュとボグスワフの野望は水泡に返した。ヤヌシュの息子クシシュトフは溶接、ボグスワフと結婚した娘、アンナ・マリアには、娘しか生まれず、ヤヌシュとボグスワフの系統は次の世代で耐えることとなった。血筋自体は孫娘ルドビカ・カロリナ・ラジビウを通じて、バイエルン国王マクシミリアン一世に受け継がれた。1914年。 ヤヌシュの子孫の一人、アマーリエイン・バイエルンの家父のウラッハ・コービル・ヘルムが、リトアニア王に選ばれたが、第一次世界大戦の結果、彼が正式に王位につくことはなかった。このいとこの系統は耐えている。一方、ラジュビウ結素のものはその後も存続し、現在も、本家の前頭手で、第二次世界大戦の際に巨大貴族としての自らの、膨大な財産を投げ打って、 レジスタンス組織、国内軍の可視官となり、占領者ドイツを相手に戦ったコンスタンティミコアイ、ラジュビウ2世の孫で2011年現在、ドナルド・トゥスク政権で副財務省を務めるドミニク、ラジビウなど一部は、ポーランドのテクノクラートとしてずっとワルシャワに、一部は、裕福な、ポーランド系アメリカ人として20世紀半ばより、ニューヨークに居住している。したがって、 ラジビウ家の人々は現代では熱狂的なポーランド愛国者であり、この一家がこの17世紀のヤヌシュト・ボグスワフの兄弟のような売国奴であるかのように解釈することは正しくはない。ヤヌシュト・ボグスワフは現代のリトアニア共和国ではリトアニア民族独立の英雄として扱われている。一方、ポーランド・リトアニア共和国では多民族共和国の 結束と連帯を裏切って、連邦制度を衰退させる発端を作った、愚か者いとことして扱われたが、ポーランド・リトアニア共和国の後継国家を辞任する、現在のポーランド共和国でも、一定の同情を得た上ではあるが、全体的には、自己中心的な分離主義者たちとして評価されている。ポーランドの歴史では、家主は、ポーランド・リトアニア共和国を繁栄から没落へと、 導いた、リトアニア大貴族の一人として記憶されている。ありがとうございます。